は子ども教育シンフォニーの添田伊織です。前回はコンテンツの重要性ということをお話ししたんですが、今回は、ですね、コンテンツ、どのようなコンテンツを作っていけばいいのかということで、自分の強みはどう見つけるという内容でお話ししたいと思います。今はベストセラーの本でも、ストレングスファインダーみたいなのもありますよね。自分はどの方向に向いているんだろうか、自分の強いところはどこだろうかという調べる本などもベストセラーになってたり、やっぱり自分は何に向いているんだろうかっていうのがもう本当に皆さん自分で意外にもわからない、自分で知りたいと思う方がたくさんいらっしゃいますよね。本当自分のもうちっちゃい頃から自分はこれだっていうのが本当に分かればいいんですけど、日本の教育を受けてるともう受験などで、自分のできるところ、自分の得意なところを伸ばすというよりは、自分のできないところをもっと伸ばして全体的に成績を上げていこうという教育になってるので、結局自分は何がしたかったんだろうかっていうのが大学に入ってですね、分かんなくなってしまうという人も多いと思うんですね。なので、お母さんたちがこれから起業していく、どの自分の強みで起業したらいいのかって考えるときに、同時に子どもさんですね、子どもと一緒に、自分のいいところ、自分の好きなこと、強いところはどこなんだろうかっていうのを見つけていく、一緒に見つけていくといいと思うんですね。なので具体的に自分の強みはどうやって見つけるかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。はい、まず最初は1番、自分の強いところ、自分の特徴というのは今までに悩んだことにあるっていうことなんですね。今まで困ったこと、悩んだこと、どうしよう、どうしてこうなんだろうって盛んに調べたところが、自分の強みである、他の人よりたくさん知っている、たくさん経験がある、たくさん知識があるっていうことですね。はい、なので自分が悩んでるからそこが何て言うんですかね、劣等感だと考える必要はないんですね。2番ですね、悩みこそ武器である、悩みこそ自分の強みであるっていうことなんですね。なので今まで悩んだことを隠さないでオープンにして自分のコンテンツにしていくっていうのは価値があることなんですね。どんなことでもそれはいいと思うんですね。悩みっていうのは、まあ悩みって何が多いかっていうと、人間関係の悩みっていうのが一番多いと言われますよね。それとかお金の悩みなども多いって言われますね。はい、その他にもダイエットをしたとかね、そういうのもコンテンツになりますしね。はい、なので好きだからとか好きな得意なことだけじゃなくて、悩みも自分の強みになる武器になるんだっていう視点でちょっと見ておくといいんですね。はい、なので悩みをコンテンツにすると同じように悩んでる人がいるのでっていうところで、結構いいコンテンツになりやすいというところですね。はい、で3番目は、強みは時間をかけてきたことですね。今までいろいろずっとやってきたことですね。なので好きでやってきた習い事とか、でまた悩みもずっと時間をかけて調べてきてますよね。ずっと悩んできてるっていうのはやっぱり時間をかけてきたことになるっていうことですね。なので強みを探すには、一回今まで悩んできたことをやってきた習い事などを全部棚卸ししてみるといいんですね。今までどんなことやってきたのだろうってリストを作っていくっていうのが大事ですね。またその中で1万時間以上かけてきたものっていうことですね。1万時間以上かけてきたものっていうのはもうプロの時間数になるっていうことですね。例えばプロにならないとしても、なんかずっとやってきてるっていうのもの、実はお母さんたちだったらありますよね。子供が生まれて子供をずっと子育てをしてきてるっていうのがあると思うんですね。あと女性だったらずっと
3食食事を作ってきているとか、ずっと毎日家の中をきれいにしてきているとか、そういうのもたくさんあると思うんですね。なのでそういう中から自分が特に好きでやってきたっていうものをリストアップする、棚卸しするっていうのが大事ですね。はい、なので4番に書きましたけど、今までの自分の人生の中で時間をかけてきたことを全部挙げて、これはこうたくさんやってきたな、これは大した時間をかけてきてないなっていうような、このグラフみたいにして全部書き上げて、書き出してみるといいんですね。そうすると結局自分は何だったのだろうっていう自分の中心が見えてくるようになってきますね。そうするとその自分の中心が見えると、意外にも他のことにもいろいろつながっているっていうことも分かってくるっていうことが見えてきますね。例えば私だったら、私の場合は何ですかね、やっぱり子どもの教育っていうね、教育っていうところが私の中心になってるんですけど、それで子どもが生まれたので、そこで子どもの教育となってるってことですね。まず教育っていうのは、まあ一応先生にはならなかったんですけど、まあ一応いつか先生になろうと思って先生の資格を取ったっていうところから教育っていうのは発信してます。出発ですね。出発してるんですけど、そして子どもが生まれて、子どもの教育、子育てとなって、そしてそれで親子留学とつながってるっていうことですね。そして今はお母さんへの教育みたいな、そういうつなげ方をしてる感じですね。はい、なので私の中では教育っていうのが一つの中心にあるっていうか、軸にあるっていうことなんですね。なので皆さんも同じように自分の中の中心っていうのが見えて、その周りに同じように付け加えるように、同じ自分の中心の周りに同じようなものがこう並んでくるっていうことを見つけると、そうすると自分のコンテンツっていうのが見えてくるんですね。そうするとそのコンテンツが自分の強みからコンテンツを作って、それでブログの、ね、内容を書いていくっていうことですね。そうすると書きやすくなるっていうことですね。自分の今までの経験をどんどん書いていける、自分がこう思ったっていうことを書いていけるんですね。自分の経験から書いていけるので、ブログも継続できるということですね。全部やっぱり経験してないとブログで書いててもただ、理屈を書いていくだけになっちゃうので、この時はこうしましたという具体的な例があるとブログも書きやすい、継続しやすいっていうことですね。なので今日は自分の強みはどう見つけるということで、悩みとか長時間かけてきたものから見つけるということでお話ししました。はい、どうもありがとうございました。